大好き。付き合って付き合ってヒロイン西森葵役を演じられました上白石萌音さん、お願いします。はじめまして、こんばんは、上白石萌音です。本日は平日のお忙しい時間に、宿題やら家事やらでお忙しい時間に集まりいただきまして本当にありがとうございます。今日は楽しみましょう。よろしくお願いします。学校一のイケメンで葵の彼氏、久我山修正役を演じられました杉野陽介さん、お願いします。皆さんこんばんは、杉野陽介です。こんばんは、杉野陽介です。抽選倍率が50倍、一般の皆様、今回50倍の倍率をくぐり抜けてきた方っていうのをお聞きして、はい、今日こういうふうに、巡り合わせがね、すごい良かったのかなと、今日はね、舞台挨拶と上映とあと映画と楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。葵の修正の同居に突然乗り込んでくる修正のいとこ、久我山レオン役を演じられました横浜流星さん、お願いします。皆さんこんばんは、横浜流星です。ありがとうございます。今日は来てくださりありがとうございます。いち早くこの作品を皆さんに見ていただけることがとても嬉しいです。胸キュンして帰ってください。今日はよろしくお願いします。もうすぐ2月14日バレンタインデーなんです。実は今回上白石さんにこの舞台挨拶のために手作りのチョコを作っていただきました。これをステージにちょっと持ってきていただいてもいいですか？大丈夫ですか？1個コロッ、はい、すごいね、これを、ね、これをすごいね、すごい上手に持ってくださっておりますね今日作ってこれ1個は落ちたままでいいんでしょうか？これ大丈夫です。大丈夫ですか？これも味です。大丈夫ですか？はい。どんな感じで作ったか写真あります。ちょっと後ろ見てみましょうか。はい。このエプロン、まあ、今回エプロン姿も結構出てきますけどね。こんなエプロンつけたことないですよ。お二人とも食べてみたくなるんじゃないですか？これは杉野さん、横浜さん、これめっちゃ食べたいです。本当か？食べたい本当に食べたいです。食べたいですね。ですよね、せっかく作るだね、はい、最高に嘘っぽかった。いやいやちょっと間がありましたけど大丈夫です。これ実はでも食べれるのはやっぱこういう時は一人だけなんです。あ、監督は最初からダメなんです。あ、僕これ落ちたのでいいから。いやいやいや後で後でね。これからお二人にはあることで競っていただきまして、上白石さんに判定していただきまして、勝者に上白石さんの手作りチョコを差し上げたいと思います。事前にディスプレイ、デコレーションしていただきました。かわいい。でもさ、これ見ちゃうとさ、あら、すごい。そうなんよすいません、上白石さん、ちょっと今おばさんっぽいリアクションでしたけどごめんなさい、ごめんなさい、いけないいけない、はい、あ、違ったベクトルの攻め方ですね、2人。ちなみに、この、そうそうそう、なんかこの、ちょっとこう、なんかこれあるじゃないですか、これ、なんかこの、ぐにょぐにょしてるやつ、これ何だと思います？それ何ですか？これ、杉野陽介に塗られましたチクってんの見て、俺が助けようとしたら、なんかダメだったみたいですね。これで散々だよねもう二人でやればいいじゃない本当に。いやいやいや次の君器用ねちょっと今監督の乙女の部分が炸裂しております。そうですよね、今ちょっと字が分かんなくなっちゃってまあ時間大丈夫ですからね、ゆっくりですからね、慌てなくていいですよ。ちょっとすごいことになってるけど大丈夫、監督言わないでくださいできました？発表していただきますが、それをまずぐるりとお客様に見せていただいてから、はい、それを気持ちを込めて読んでいただきたいと。あ、意味とかは大丈夫ですか？え、意味どうしてこの言葉を選んだかっていうのは大丈夫ですか？いや、いや、言っていただいていいですか？それがあるとなんか助かるなっていう。そうですか、ですね、じゃあ先に聞いときましょうか。あ、ダメだ、嘘だ、嘘ですか？嘘ですか？そのままもう見せてさ、じゃあ見せてからいきますか。いやいやいや、じゃあまず 見せますか。はい、では杉野さんが書いたメッセージを見せてください、どうぞ。マジか、はい、じゃあ、はい、これをじゃあちょっと気持ちを込めてちょっとメッセージ胸キュンさせてもらっていいですか？大切合ってんのこれ合ってる合ってる合ってるあのね、いや、うん、こ、なんで大切いや、すごいいろいろ迷いまして僕も、はい、事前にこう、はい、正直なことを言うと、はい、もうこれが今日一番大切な行事だなってことは分かってたんですけども、はい、そうだよね、うん、なんかそのね、なんかこう今日来てくれたお客さんとあとモネちゃんとって、はい、まあ、うーん、一番最初に出てきたのがやっぱりこう巡り合わせもありますけど大切な存在ではあるなというのが素直な気持ちで、
本当は好きとかも考えたんですけど、チュキとかまで考えましたもん。チュキとかまで考えたんですけど、ごめんなさい、ちょっと今のやつ気持ち入れてもらって一回言ってもらっていいですか、そのチュキっていうのを。チュキそうそう、そこまで考えたんですけどだけど、はい、それなんかこれが一番なんか合ってるかなと思って今の僕に来ました。僕の場合はもう頑張って胸キュンさせようと頑張ってる感じです。で、チョコプラスもう一つ言うんで、はい、はい、じゃあまず見せてください。はい、横浜流星さんはあと字とかは突っ込まないでください、はい、じゃあ気持ちを込めて発表してもらっていいですか。大好き、付き合って付き合ってこれ改めてこの大好き付き合って選んだこの、いや、胸キュンメッセージって書いてあったんで胸キュンさせないといけないなと思って頑張りました。大切、そして横浜流星さん大好きでした。横浜流星さんにも大きな拍手お願いしますね。大好き書いてくれました。さあ、ただこれをどちらが胸キュンだったのかを決めるのは上白石さんだということで、いいんですか私で。いや、そうです、どう考えてもそうです。そうですか、はい、ではね、ハートの後ろに並んでいただいて、はい、ですね、さあどちらが胸キュンだったのか上白石さんから発表していただいていいでしょうか。ダン、横浜流星さんの勝ち。いや、俺は大切に負けると思った。俺正直俺が選ばれるんだろうな俺も思った予想外すぎた今すいません、これは言葉とかではなく、うん、私の注目ポイントは、はい、この頑張った痕跡そして拭いきれぬマヨネーズ感クリームだよすごく不器用なりに本当に頑張ったんだなっていうのをすごい感じて、いやもちろん本当、迷いましたよ。ありがとうございます。この意表をついたその熟語っていうそこはすごい私はドキッとしたし、正直どっちもドキッとしたんですけど、そのなんかやっぱり痕跡とかその過程が見えてしまうと私はギュッと来てしまいましたね。だからマヨネーズの方で。マヨネーズクリーム言い方ないどっちもすごい素敵です。だけども、はい、今回は横浜流星さんの歌詞ということで